リーガル堀江公園、目の前に堀江公園があります。宅配ボックスに PS、こちらはバイク置き場に洗車置き場、広いな。まずベランダに出ましょう。ベランダも広い。目の前が堀江公園ですね。リビングです。キッチン。三口。ガス。どん。どんどん。調味料で、お米のやつですね、これ。よし、お米入れ、これは便利だ。なるほど、つながってるんですね、ここね。まずは、リビングを撮影させてもらいます。こちらも引き出しがありますね。収納たっぷりです。収納たっぷりです。窓が大きいですね。では回りましょうか。キッチンから脱衣所に出ます。シャンプードレッサですよね。私もこの長い裁判の
会社として担当したんですけど、今、やはり思うのは、あまりにもこの被害者である原告の皆さんにですね、重たいものを任せすぎたということと、それとやはりその国が本当にこの原告の患者の皆さんに、ローゼット広いですよ、これ。ローゼット広いです。もう一部屋目ですね。完全振り分けタイプ。こちらからも出入りできますね。完全独立します。あ、こちらにもクローゼットがあります。シャンプードレッサーのこれね、ひどいですよ。これ左側にミラーがありますね。全身から見、これもシャン、これもシューズボックスもひどい。お手洗いですね。お手洗いに、お手洗いにお手洗いがついてる。素晴らしい。お仕事付き。もちろんお仕事付き。